はい、ゆる動画の時間です。レディース・エンジェントメン、どうもドラマス佐々木です。はい、今回のね、まあ先月になるかな、まあ時間遡っていくと先月の先月の7月の21かな、21日の土曜日から、まあ、プレゼント企画を始めさせてもらいましたと。はい、で今月のね、まあ8月23日、はい、23日にまあ実際プレゼントをさせていただくとなって、まあ視聴者さんの方にまあ実際にプレゼント供与させてもらいました。はい、でツイートを先ほどして、はい、5000分のね、まあ、課金コードをね、まあ、プレゼントしていただきました。はい、でまあ実際にね、私ドラム佐々木、イベントがある日はまあやります。で何だろう、まあ、今うん1ヶ月丸1ヶ月経ってプレゼントさせていただきましたが、それはちょっと長いな、もうちょっと期間早めにした方がいいんじゃねみたいな感じの方は、はい、ツイートでちょっと話してみたらどうでしょうか。はい、ちょっと考えてみたんですが、ちょっと期間長かったかなと思って、はい、1週間ぐらい経ったらまあプレゼント、実際プレゼントみたいな感じにした方が良かったかなと思いました。はい、なので次回の、まあ、プレゼント企画なんですが、うん、だいたいクリスマスに今度、まあ、やっていこうかなと思います。はい、クリスマスにメリークリスマスプレゼント企画で、クリスマスのスペシャルプレゼントタイムということで、はい、やっていこうかなと思います。本日、まあ、当たった方はおめでとうございます。そして、皆さんもね、ご参加した視聴者の方さん、ありがとうございました。そしてね、まあ、先ほど言ったように、クリスマスにもね、また、プレゼント企画やっていくので、動画の方を確認して、まあ、よければ、また参加してはどうでしょうかと思いまして、よければね、参加してみてください。はい、同じくね、クリスマスの時は1万円分の課金コードを、まあ、プレゼントしていこうかなと思います。はい、まあ、そこは後ほどね、まあ、動画の方で、まあはい、詳しく説明していくので、よければ評価チャンネル登録の方お願いしますので、以上ドラム佐々木でしたということで、プレゼント企画では、また12月の方でお会いしましょう。実際ね、4月新社会人になった時に、BGM 君からはね、今度 BGM 君からも、なんだ、あれをね、プレゼント企画をね、2人合わせて出してもらおうかなと思います。ドラム佐々木は1万円分の課金コードで、 BGM 君からは5000円分の課金コードみたいな感じで、合計1万5000円分の課金コードっていう感じで考えていますということで、それがね、まあ、全部は、うん、その人たちにもあげることはちょっときついかなと思いますけど、はい、うん、まあ、それをね、まあ、同じくまたフォローしていただければと思います。はい、まあ、そこもまた後ほど、まあ、動画にしていこうかなと思いますので、まあ、はい、よければそこもね、ちょっと気になった方はよければ評価チャンネル登録と、Twitter のフォローお願いします。ということで、以上ドラマ佐々木でした。今回のね、まあ、企画ご参加ありがとうございました。バイバイ。